ガリアの戦いは、ガリア人が初めてイタリアを侵略した際に起きた戦いである。テベレ川の支流のアリア川付近で行われた。この戦いでローマ側が敗北し、ガリア人がローマを略奪する経路が開かれた。ガリアのセノネス族はそれ以前からアペニン山脈を越えて新たな定住地を探し求めていた。彼らはクルシウムの周辺にやえし、土地の使用権について、 交渉を開始した。クルシウム市民はセノネス族に脅迫されていると感じ、その頃エトルリアにまで軍事的影響力を及ぼしつつあったローマに助けを求めた。戦争が続いて終わっていたローマは競技のためにファビウス氏族の三人兄弟を大使として派遣した。競技が不調に終わると、クルシウムは兵を繰り出してセノネス族を追い払おうとした。 ローマの歴史家リウィウスは、この時点で、ローマからの大使が万民法を破り、セノネス族に対して武器を取ったと記している。大使の一人で有力なパトリキでもある、クイントス・ファビウスは、ガリア人のリーダーの一人を戦闘で殺してしまった。セノネス族は、大使の先生が破られたことに気づき、今後の対応を協議するため戦闘は一旦、終結した。セノネス族は、 自らも大使を立てて、ローマに送り込み、先制を破ったファビウス兄弟の引き渡しを迫った。リビィウスによれば、元老院は、この要求を正当なものと認識していたが、責任逃れのために、引き渡しの是非を民会に投げ、民衆は3人を引き渡すどころか翌年の執政部官に指名したという。ガリア人大使は当然ながら憤慨した。怒った。 セノネス族はこうむった侮辱に対して復讐するため、ローマとの戦争を決意した。セノネス族は、クルシウムからローマまで1 3 0トルを、進軍した。リウィウスはこの工程を次のように記している。予想に反して、ケルト人は害を及ぼさず、略奪もしなかったが、都市の近くを通った際には、ローマに進軍していること、ローマ人にのみ、戦線布告することを叫び、 それ以外の人々は友人だと叫んだそうして、セノネス族は、ローマ軍とローマの北 18km の地点で、遭遇し、アッリアの戦いが始まった。アッリアの戦いで、ガリア人を率いたブレンヌスワロの著作によれば、この戦いは、紀元前390年7月18日に起きたと、されているが、実際には、紀元前387年と推定される。 約2万4000人のローマ兵が、クイントススルピキウスの指揮でブレンロスの指揮する、ほぼ同人数のセノネス族と戦った。ローマ側は、セノネス族のローマ神軍を阻止すべく、アリア側に6個の軍団を配置した。当時、1軍団は4200名の兵士で構成されて、いたが、定員を満たしていることは滅多になかった。当時のローマ軍は、市民軍であり、 ギリシア風の密集人形をとってその中央に重装不評がいて、外側に行くほど貧しい者が貧弱な武装で取り囲んでいた。ガリア側が攻撃を開始すると密集人形の側面の兵は逃げ出し、中央のローマ人が取り囲まれ、殺された。人形の中央には年上の市民が多く、彼らを失ったことがその後の流れに大きく影響した。逃げ出した兵士たちは、 パニック状態でローマに逃げ帰った。リウィウスはすべてはローマに急いで戻り、門も閉じずに議事堂に避難したと記している。ローマでは市民がカンピドリオにバリケードを築いていた。ガリア側は正面攻撃を試みたが失敗し、丘の中原で休止したが、ローマ側の起点の効いた反撃で多くの犠牲を出すことになった。この時、ウェイのローマ兵が元老院に対して、 マルクス・フリウス・カミルスの独裁官への復職を求める、メッセージを届けるためやってきて、ガリア人が無視していた、急な崖を登っていった。メッセンジャーは、元老院の承認を得て戻ったが、この時、ガリア側がそのメッセンジャーの使ったルートに気づいた。伝説によると、マルクス・マンリウス・カピトリヌスは、ユーノーの聖なるガチョウに、ガリアがその経路で攻撃してくることを知らされた。 カンピドリオ以外の市内は略奪され、ガリア側にことごとく破壊された。マルクス・フリウス・カミルスが球場部隊と共に駆けつけたとされているが、これは敗北の屈辱をことするローマ側の宣伝かもしれない。ガリア側は包囲攻撃の準備ができていなかったとみられ、死者を埋葬しなかったため伝染病が発生した。ブレンヌスとローマ側は停戦協定の協議に入り、 ローマ側が金千ポンドを支払うことで合意した。言い伝えによると、さらに侮辱を与えるためブレンヌスが、通常より重い重りで金を計らせようとしていたことが、発覚した。ローマ側がこれを指摘すると、ブレンヌスは、自分のベルトと剣を計りの重り側に投げかけ、ラテン語で、バビクティスと言ったという。何人かのローマ史家によると、カミルスが部隊と共に到着したのはまさにこの、瞬間であり、 剣をはかりのもう一方に置いて、金ではなく、鉄こそが祖国を回復させると答え、ガリア側への攻撃を開始した。戦闘はローマ市外に拡大したが、狭い通りではどちらも満足に戦えなかった。双方の軍は市外に出て、翌日戦った。カミルス軍は期待通りに前線し、ガリア軍は退却した。ローマ市民はカミルスを第二のローブルスすなわち、 ローマ第二の建国者と呼んだ。当時のローマは、王政ローマ時代の支配者である、エトルリア人がローマに強大な防御力を与えないため、かつてあった城壁を徐々に取り除いたせいで有効な壁が全くなかったと推測される。包囲され、ローマ全体がほぼ破壊されたことから、ローマ人はセルフィウス城壁を強化した。また、軍隊組織の再編成も開始された。 ギリシア風のファランクス用の槍をやめ、より実用的で標準化した鎧と武装を採用した。貴族階級を代表していた主要な不評の多くが戦死したため、ローマ社会の重要なメンバーを最前線にさらす、必要はないという風潮が生まれた。このため、トリアリーという軍団が結成されるようになり、最高列を担うようになった。多くの歴史家は、このセノネス族の侵入からローマは、 兵器技術と戦術の重要さを学んだと推測している。一つの部族ではあるが、セノネス族はより大きなケルト人の一部であり、彼らはもっと優れた武器や戦術を使ってくるかもしれない。特にケルト人やガリア人は重くて長い剣を使い、全身を隠せる盾を持ち、盾同士をつなげて大きな防壁にできる。その後、第二次、サムニウム戦争でも敗北を味わったローマは、 そこでも敵型の新しい戦術と人形を目にし、柔軟性の強化の必要性が認識され、軍団を三つの隊列に再編成するようになった。前列をハスタキ、中列をプリンキペス、後列をトリアリーとし、それぞれマニプルスを単位として構成されるようになった。これをマニプルス人形と呼ぶ。最前列の係装不評は、最大2年間の任期で敵陣に投げやりを投げ、 後ろに下がる。経験を積んだ不評は思いやりと探検と盾を装備している。さらに経験を積んだトリアリーは後列に位置し、他が1中隊120人なのに対して1中隊60人で構成される。トリアリーは重装不評の武装である。ローマは最も若い軽装不評が戦闘でなるべく生き延びるようにし、戦闘によって教育していく軍隊を作った。 この軍事システムはその後のすべてのローマ軍の基本となり、数世紀の間存続し、ローマ帝国を成立させる一員となった。ローマが再び、ローマ人以外の敵に蹂躙されるのは、紀元410年のことである。ありがとうございます。